人さんの給料と営業とか、まあ、自分経営っていうから、はい、の給料とうちって違うんだけど、2年1万5000円だとして20日だったら30万円、ちなみに1日あ、ちょっとカットカット、月給か日給か、放置されてませんよ。痩せたんですよね。めっちゃ痩せてる。ストレスじゃないですね。いや、じゃないじゃない。お前動くよ。もうここから出はる。はいはい、おはようございます。おはようございます。今日はなんとお前に給料アップの話を持ち上げてます。来た、ネタすか、冗談すか。俺今日一日見させてもらったけど、はい、ちょっとまだ早いな。結構回転見とったよな。1時間ぐらい見とった俺。そうですね、時間見て、はい、まあ今ほぼ解体終わって、今ちょっと材料の片付けだけで修正なちょっとお願いして撮影させてもらったんですけど、まあちょっと早くな。でもちょっと候補に上がってるよ。おいいんじゃないかなって。だってお前ショートブループ撮ったりとか、はいはい、はい、全然動き見とって分かるかな。そうですね、足が軽かったです。全然動きいいよな。ちょっと抜いてますね。あ、大切に抜くってことだったって。絶えずまだ 100% とは言わんけど、はい、70%で、あれが 70% なんだろうか、はい、ただ今日は 30% しか出てない。 30% です。ちょっとダメだよお前。ちゃうかよお前。一番いかないやつだよお前。それは別として、はい、じゃあ今日ちょっと面白いなと思った。職人さんの給料と、はい、営業とか、まあ、自分経営っていうのかな、はい、の給料とうちって違うんだけど、はい、仕組みとかも、はい、そういうのって気になるから。職人っていうのは給料ってどういう給料の決め方？職人は日給月給です。日給月給だな。一日いくらで出た分が給料になるみたいな。はい、でちなみに一日今で、あのドバテやって言ったわけです。マジでいいやん。あ、ちょっと、はい、まあ、だから職人の体系だと週5とかじゃないじゃないです。週8ぐらい。週8ぐらいです。週8ヒリヒリ夜夜日平均みたいな、はい、月月か木金金か。まあ、そのイメージは朝が早くて夜も遅いみたいな。何も週8ぐらい動いてるよと。2年1万5000円だとして20日だったら30万円、25日で37万円。安いよな。いや、労働時間から言うとだって1日 1.5 倍みたいなことだろ。そうですね、はい、出勤がだってぶっちゃけ何時？7時6時6時集合で、うん、で現場行って7時半とか8時ぐらい、はい、今の人間何時から8時半何時ぐらいまで34時で、まあ、ドバ帰って、はい、仕事とか絶対労働省はみんなが帰ってきとったら多分ないです。あ、基本的には、まあ、みんな待つだけで、うん、それまでちょっとパーみたいな。で3時よ、まあ、5時ぐらい大体5時ぐらいです。で5時にはもうパッと出るように大体。いや、なんだかんだです。今は引いてたよ。多分もう引いてたよ。でも実際動画に上がってるんで、残業が日常化してしまってて、うん、改善しようって。朝積みにしてたかな。朝は早いけど早く帰れるか、はい、でその朝だとやっぱみんながキビキビ動くから結構やっぱ自分が早いね。で要はそのままでなる7、8、7、8万仮に5でやらなるとちょっときついよな。で仮にお前給料いくら？僕ですか、うん、僕ぶっちゃけ、いや、ビール固定、固定まあ固定固定です。まあ俺も欲しいよな。結構僕でも、僕は中旬っすよ。うん、こいつはもう月月月月月火水金金金金好きなんでやってるんで。こいつは視聴者の人に伝えとくけど、営業とかじゃないんだ。もうなんか自分で17のライバー事務所やりたいって言って YouTube でも手伝ってるから、はい、ちなみに昼間今は YouTube の撮影してる。夕方5時から自分の本業だから
まあ、撮影以外はな。そうです。何かないよ。撮影とか、まあ、ライブ配信、チェックとかだろ。だけど基本的には営業で30のランクって言ったら、営業ってのは20か。でも残業はやっぱある。固定残業込みのうちは30として、まあ、おるよな。そう思うとどっちがいい？僕はでも、そんな方がいいっすか？なんで？出たい時にがっつり出れるじゃないですか。日曜日。あ、稼ぎたいみたいな。あ、固定より。固定はずっともう、何日でとか出るじゃないですか。お前でも出たい時になんか、ここ5年ぐらいなかったんじゃない？めちゃくちゃ入ってたね、お前。僕も3年。3年で、昔のもん入れたもんだから。昔働いとって、一回飛んで、飛んでないか、辞めるって言って辞めたか。辞めるって辞めて、トータル8年おって、お前が出たい時期やな。あれ、また、あれ。ただ、酒飲みたいな気じゃないの。なんで、奥さん怒られる？いや、怒られはしないですけど、一日の人もやることないなって。逆にお金が減っちゃうみたいな。持ってねえじゃん。初心経済したらば。使える金もね。ちょっと奥さんに頼んでさ。奥さんに頼んでさ。本当お前の名義用だよな。神だよな。お前の名義だったら、申し訳ない。あ、だって、もらったから全部使っちゃったよ。お疲れ様です。お疲れ。もうちょっと先に登場してやん。ちょっと化粧忘れ。寝れにしようぜ。何どうしたの？あ、ちょっと出る出る。何の撮影ですか？あ、問題欲しい。またですか？またまた。人入る。冗談。冗談。どっちがいい？月給か日給とか違う？私は月給の方がいい。あ、日給より月給の方がいい。かなと思います。あ、まあ俺もそう。私はこいつは日給払ってるな。出た、うん、出た分。でも実際30万だったらあれいくらっすか？そう考えたら営業の方が給料の方がいいっすか？営業でもまあまあ上の人じゃないと評価されないですけど、ね、10件ぐらいじゃない？地下30弱はあるじゃない？そう考えたらやらなかったな、やっぱあいつは。いや思うよ、俺もう本当に。じゃあ営業だから、まあ俺まあまあコメントなんかどうのまあまあ別として、営業って数字責任あるんだから、うん、なんか勘違いしないって。工場とかさ、あの事務方って違うじゃん。おってそういう大変なことに対応して、そこに拘束されるっていうのが仕事じゃん。営業って自由だから。逆に、あ、そう考えてきた俺なんか出会い方的な。誰にですか？誰に向かって。いやいや、上でしょ。下は悪いね、いつも悪いの上。だってそうじゃん、上がだってさ、俺言うから、いやこいつもめちゃくちゃ平気で言うから。夜の9時10時でもちょっとお前これ今から聞いてくれとか言って。なんか顔疲れてませんやつ。24時間働いてる。もう家おらんくなったじゃん。俺に絶えず9時まで上がってきて、ちょお前今からここに聞いてくれんかとかさ。で、明け暮らせる朝7時ぐらいさ、もしもし起きとるとか言ってな。いや大丈夫ですよ、僕そういうの好きだ。でも痩せたんですよね。めっちゃ痩せてる。ストレスじゃないです。いやじゃないじゃない、ほんま自分から頑張ってダイエットして。どれ、うん、いやいや、あの視聴者の皆さん、これあの労基に入らんの、うん、個人事業主だから。あ、だから、まあ、別に請負員の契約だから。 OK しちゃったら OK なんで、この金額で俺のメールは済むって契約交わしちゃうから。いやでも、その代わり、まあ、お前にってことはもうそっちのライバーのことでは俺はお金はあげてあげるよって。お前でも今黒字化しきだもんな。もう完璧です。でも2年追放だもんな。もうこっから回収、回収って言ったら表現悪いですけど、そう考えたらうちの営業はぬるいな。お前ら30万かで相当いるもんな。まあ偉さが違う、うん、だけど今のうちのじゃあ営業が偉いかって言ったら偉いことやってないな。会社 の、 あの、まあ、見込み客与えられてそこに将来って、うちは飛び込みとか一切ないんですよ。で今やっとちょっとやり始めたけど、なかなかエンジンかけてもんで、俺らは結構行ってきてるな。ああ、まあでもしょうがない、まあ、お前はバカでくれちゃったから。だから俺も職人やってたから、中卒であれでバカで体動かすのしかできない、椅子に座ってられない、人と喋るなんてもう皆無。なんかもうアドレナリン出してないと頭おかしくなるみたいな状況下だから。そうそうそう、体動かしないと耐えられないから、うん、で、まあ職人ずっとやっとってやったから俺でね。だからそう、
営業と比べ出したら、営業職人と比べ出したらおかしいよ。よその営業とうちのじゃ営業ってどうなの？でお前もよその職人とうちってどうなのって比べた時にいいか悪いかって判断する。それに対する不満ってやっぱ俺も決心しなかったじゃん。まあ、やることもやってんだよね。うちも使ってるの？いや僕らは使ってない。僕らとか僕は使ってない。何なんかアピールしたの？いや違います、使ってないです。使ってないですか？使ってないです。感じましたよ。なあ、使ってないです。僕らとか僕は使ってないです。ありがとうございます。めっちゃ気になった。お前ちょっとテロさんって言ったらそんな、いや違います、違います。テラルに置いちゃって、お前社長来ましたよね。そうや、こっち逃げてくもんね。あ、そういうことか。アンカー飛んだわ。手に逃がしたら、なんでかなと思って。逃げて、動くもんね。今日の動画でも社長あれですよね。リュウジ君なんかこうやって貼り付け状態にしてましたよ。そうそう、逃げてくじゃん。めっちゃ笑いました、リュウジ君。ちゃんとおとなしくこうやってやっとるしと思って。でも、ガガ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 ガ。まあ、言い割りは別として、まあ、視聴者の人ちょっと分かったから、理解できたから、なんか世間話もちょっと多かったけど、まあ、だって一長一短だけど、ああやったらやった分だけっていう方が俺はいいけど、それが日給なのか月給なのかわからないけど、で初めてちょっとうちも動画になったかなぐらいで、動画多分まだ上がってないんですけど、これ上がる頃には出てる予定です。はい、ちょっとやり始めて、あんまりそこばっかりになっちゃっていたんけど、まあ、でも今そこでいった走ってると、はい、じゃあ頑張ってみましょう。はい、さすが登場ペコちゃん、ちょっと今日化粧してないから可愛くないかもしれませんが、薄い、サチ薄い感じ、今日薄いよな、今日サチ薄い感じ、ぜひペコちゃんが可愛いなと思ったら、それいらん、チャンネル登録不細工だと思ったら解除お願いいたします。解除、逆にいいねにします。不細工だと思ったらいいねにしましょう。それ増えるかもしれない。もっと頑張れよって言っていいねください。そうそう、ケンタロウのカミングアウトはもうどのみのみのみ。はい、じゃあせーの、また見てね。微妙なとこで登場しちゃった。あ、いやでもいい感じ、最後の締めでいい感じだよ。